はい、今日はですね、お待ちかねのこのアクセルペダル、アクセルでいいんかな、こうかな、こうじゃない、こうだな、届いたんでね、これを今からつけたいと思います。ペダルサブアーズ7801-20150です。これモノタロウで頼めますよ。ほう、モノタロウサイトでこちらだ。注文コード品番78101-20150ですね。3590円。さあ、このナイロンテープを剥がしてみよう。ピリンチョピリンチョ、いくよ。よし、素晴らしいね、このツヤ質感、さすがトヨタ純正。このゴムの硬さも全然違いますね。はい、いいですね、素晴らしい。ちょっとは反ってますね。はい、このゴミ箱行きの中華製ペダルと比べてみよう。さあ、裏はこんな感じ。これはもう純正なんで、そのまま付け替えれますね。これはね、ガムテかなんかで貼るか、ガムテじゃねえか、両面テープ接着で、このゴムの硬さ、こっち柔らかいっすね。こっちの方が硬いっす。耐久性に優れてる感じ。こう。はい。こういう感じ。ほら。全然ガリガリはない。すぐ擦れますね、これ。ゴムが、突起がね、かなり高くてね、擦れる部分考慮してんのが。これは薄いけど、まあ、適度に滑るみたいな。さすがトヨタ。純正。これは、ポイ捨て。はい、ダメです。はい、捨てた。さあね、今からここに装着するんでね、まずこれ外しましょうよ。アクセルはレンチサイズ10番っすね。この間一回外したんでね、もう簡単にいけますよ。はい、くるくるって感じ。はい、取れた取れた。はい、ものの1分じゃないですか、リアルタイムで。こちらをこのカップラーを、ちょっとだけ硬いか、でも普通に外れました。さあ、したところで次考えるのがこちらの純正のアクセルペダル、どう外すかですよね。まあ多分これはまりそうだな、見た感じ。うん、バッチリで、このピンをどう抜くかですな。これな、このピン、あ、つうか俺ピン届いてたっけな。まあいいや、これどうするかだな。よかった、焦った、本当に。ゴミ箱見たらあったわ。ゴミ箱に入ってたわ。さすがにこのピンじゃな、この小ささ。なくすわ。泣きそうになったわ、このピンの小ささ。まずこれ何番？何？なんかペダルよりでかいんだけど、何これ？これでけえな、でけえな。品番90254-04019。ちなみに77円。安い。このピンを抜くのに、こういう似たような丸い素材をぶち込んで、コンコン叩くんだろうな。多分。まあ、うちだとね、このトルクスの15ミリ、これを、こちらに当てがってコンコンすれば抜けるんじゃねえかな。やってみます。こうやってね、トルクスをつけたと。とりあえずね、自力でちょっとやってみます。コンコンしないで。このまま、ここを、無理やな。びくともしねえ。コンコン叩いてみるか。まあ、このトルクス当てがって、
ハンマーでコンコンしますね。さあ、ここに当てがって、うまくいかねえな。なんだろうな。あ、ちょっと気持ち出てきてんな。言ってんな。言ってるけどなんかあんまり、みたいな。うん、ちょっとは出てる。これ以上いかねえんかな、これ。あ、入るか。いくよ。これだとちょっといかねえな。なんかこういう鉄あって、この穴にぴったりみたいな、ぴったりみたいなのあったんで、ただこれ叩きにくいわ。でもちょっとやってみるか。手潰すの嫌なんで、この安全手袋するわ。いや、こう考えるとね、これ難易度高えな、これ。この作業。どうしよう。これ自体も押さえてねえしな。あの、万力とか持ってないんだよな。無理やな。うん、あ、今探したらこの六角のこういうの、丸で真ん中丸いやつ、こういうのいいの見つけましたわ、これ。これ使えんじゃねえかな、これな。これいいんじゃねえかな。これをぶったたいてみると。この上を叩くと。やってみよう。ああ、叩きにくいわ。叩きにくい。マジか。なんでこんなこのピンク硬えの。すげえな、これ。マジか。やば。冗談でしょ？意味わかんねえ、こんな。いやー。ハンマー使ったりね。万力でなんとかなんねえかとかね。したけどね、ポンチのこれないんすよね。ここで油拭いてね、滑りやすくしたりしたけどダメっすね。もうね、諦めて最終手段。破壊します。まあもうこうなるとね、単純にニッパー攻撃ですね。ここをガツンと割って、この棒の周り、引き抜くみたいな。引き抜くみたいな。あ、意外に、お、いける。意外にやばいわ。意外に、やばいわ。あ、いけるわ。やばいっつうか、やこいわ。私のね、握力で、いけますね、これ。ぐつんつって。ちょっとね、これ、ね、純正のこれちょっと壊すのちょっと忍びないんですけど、あ、いけますね。うん。カツンカツン。こういう感じか。ちびちび戦法か。ちびちび戦法で。まあね、経年者なんでね、別に、いいんじゃないですか。硬っ。手だけ怪我しないように今素手でやっちゃってるけどね。やっとねピンが見えてきましたね。これね、見えてきましたね。見えてきたね。よし、まあ、こんな交換方法する人いねえわな。いねえ、多分いねえ。100人に1人、いや一億人に一人。可能性あるな。まあ、ああ、インド人はこんなもったいねえことしねえ。
インド人の車整備動画、たまに見るけどね。すげえなぁと思うもん。こんなダメなものをまた再利用みたいな。まあ、あれはダメだよね。素材自体がもう腐ってっからな。さあ、ここまで見えたから、ああ、でもこれ抜けないか、この状態。でもここ押せば、これこう外れるんじゃね？ここ、こう押せば。ここを支点に、ここがグツンつって、ちょっとやってみますね。せーの。お、お、よし。いったんじゃね？い、お、やった、外れたわ。外れましたわ。もうここまで来ればお手の物。あとは、これを抜いた。やった、できた。はい、いいね。はい、ここでいいねボタン押すとこです。お願いします。ああ、押してくれましたね。ありがとうございます。ごめんね。純正のこれまだ新品近くでね、使えたんだけどごめんね。ごめんね。さあ、このピンを抜くだけだ。これなら抜けるっしょ。多分ですけど、これ構造的にこのギザギザで広がってるから、潰して抜けばいいんかな。まあ普通にペンチでぐりぐり回して引き抜いてみます。まあ普通にですよ。ああ、これちなみにスプリングのコンプレッサーですね。これも使おうかなと思いました。ちょっとありえないですよね。思考が。これをつまんで、ぐりぐり。え、回んねえか、まず。うわ、買った。これめっちゃ硬いじゃん。信じらんねえ。まあ、これを叩くしかねえか。信じらんねえわ。この硬さ。どうなってるん？アクセルって超保安部品？かなり重要なとこだから。ってことか。こうやってここを叩いて抜くしかねえな。な。ここを叩いて。ただ、がっつり傷つくんで、まあ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 、まあまあまあ、こうしてここにここにこうしてここをぶったたくみたいな。いくぜ。叩いたんだけど、これだけでもこれ抜けねえんじゃねえかな、これな。このピンすげえな。なんでこんな強いピンにしたんだろうな。抜けねえもん。やっぱり。だからここはこうして、こうして。曲がったらまずいんで、やっとここまで来ました。あとここどう抜くかだよね。あ、わかった。つかみ最強の道具あるんすよ。コブラか。これでな、噛んでみるか。いやいや、これでしょ。クニペックス。この形状見てください。つかむがになってるね。さあ、こちらで、行くぜ。さあ、お前の力を見してみろ、クニペックス。クニペックス。よし、行くぜ。さあ、ここの、こう、がっつりいった、掴んだ。これで、お、さすが。お、すごい。うん。お、いけるんじゃない？これ。うわ、すごいわ、クニペックス。うん。すごい。ひねれるもん。あとは引っ張ってんだけど、ちょっとここ痛いから、頑丈手袋をして、ここで、こう持ちつつ、引っ張りつつ、このクニペックスで、引き抜く。う、抜けたわ。うわぁ、買ってよかった。クニペックス。クニペックス。はい、ピンは抜けた。で、まあ、これがついてた状態ですよね。こういう風に。こうか。あ、こうか。こういう風に。こういう風についてたんだね。これね。これが、新しいパーツ。
これですね。こうなるわけだ。これがこうなるわけだ。まあ形状的にはまあちょっとでかくなる。うん、いいんじゃないですかね。私29センチなんで足。うん、でかい方いいです。はい、これですね。だからここの穴見えますよね。穴が、ここに、ねげ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 ね
刺すと。今は次はその作業ですね。このピンどうせまともにやったら入りにくいんで、このシリコンルブでちょっと滑らかにしよう。打ち込んでいいか。はい。これでぶち込もう。ここ合わせて、合わせた。で、ここを、は、買った。うわぁ、きっちいなぁ。きっちいんで、ここのちょっとまで行った方がいいな。意味わかるかな？ちょっと。ここの出口付近まで、コンコンした方がいいな。出口付近までコンコンだから、どうしよう。ここだと、これでここコンコンすりゃいいんか？はい。ちょっと見えましたね、出口付近まで。もう気持ちか。もう気持ちか。よし、もう気持ちか。よし、来た。行き過ぎたかな？これはこうって、ここ。入るか。あー、ちょっと入れすぎたか。ってことは、気持ち入れすぎたんで、またこのクニペックスで、ちょっと引きます。おお、あ、おいけるわ、これで。叩かなくても、これを、こう入れて、ここの穴に、グリンチョすればいいんか。グリンチョ。当たるか？グリンチョ。ヒットした？いったか？動かなくなったぞ。ヒットしたんで、もうちょっとグリンチョしようか。もうちょいグリンチョ。あ、グリンチョって押し込むって意味です。押し込んでます。はい。さあ、行ったぞ。さあ、行った。あ、抜けた。ダメ。ちょっとのあれで抜けますね。ちょっとグリンチョもう一回しよう。グリンチョ。よし、かなりグリンチョした。これで、グリンチョで当たってる、この状態で、ここで、スコンコンですね。この状態で、行ったんじゃね？行ってねえかな？行ってるから、まあ、傷防止っつうか、こう来て、来てるよね、これな。来てるよな。せっかくのペダル傷つけたら嫌だからな。新しくなったの。あ、ここまで行ったらここ叩いちゃうな、絶対な。叩いちゃうな。ここまで潰しちゃいそうだよね。これ以上叩くと、こっちやっちゃいそうなんですよね。曲げに。今のところ傷なしです。はい。怖いんでどうするかちょっと考え中。はい。私ね、これ以上ね、多分ね、叩くとね、このペダルぐっちゃぐちゃにしそうなんで、万力方式にします。この小型の万力で、まあ、ここ挟んで、ここをぐるぐるにして、締めて入れようと思います。そしたらこのブツ、せっかくのアルミペダル、傷つけずに多分いけるんじゃねえかなと。考えてみました。ねえ、クニペックスでここ掴んで回せば楽に回るんじゃね。手だときついんで、手だときついんで、うん、行くね。さあ、途中経過見てみよう。まあ見ないで行ってもいいか。そのまま行くか。そのまま行きます。
別にいいよみたいな、早くやってくれよみたいな感じか。いや、途中経過見よう。あれ一旦でね、これ途中経過ね、終わってるわ。ガツンつっていったね。もうこれ完成だね。うん、ここ行ってる、出てる。ちょっと指触るとガツって。でこっち側も、あ、奥まで来てるわ。はい、ここいいねボタン押すとこです。ありがとうございます。いいね。大事なアクセルペダル、傷一つなくつきました。はい、嘘です。この裏の鉄棒はちょっと傷だらけになりました。まあ塗装までしません。油塗っとけば大丈夫でしょう。はい、素晴らしい。ペダル交換成功しました。まあ戻したところですけどね。こちら見てください、見てください。これすごいでしょ。もう20馬力ぐらいアップした感じですね。我が輩質素晴らしい。これでねヒール2も簡単にできますわ。素晴らしいですわ。これ素晴らしい、最高です。はい、いいねと思った方、ここグッドボタンを押すタイミングです。ぜひよろしくお願いします。なんか今日ご利用ししてますね。すいませんね、こういうチャンネルなんで。ではまた来週。バイバイ。